結局今の赤ちゃん産むお母さん産んだ。で、その時に一番5日間その人たちに一人の助産師がね、この人一人を最後まで見るっていうことであれば一番いいんですけどね。毎日人が違いますからね。ですからもうみんなの助産師さんにお願いして、生まれて3日間は新生児鋭鼻器って言ってね、人間の根本の仕事をする時期っていうのを与えてくれてるんですからね。ものの言わない間は神の領域生きてるんです。神仏の領域で赤ちゃんは生きてる。その時にお母さんがもう本当に心の底からの慈愛を持ってね、お母さんと赤ちゃんとの間の信頼関係っていうのをね、自尊感情とか自己肯定感とかいうものをね、きっちりその子供に、もう言葉で言わんでいいんですよ。とにかく愛情を注いでやったら、自分が愛情を受けたその子供はね、人さんにも愛を与える存在になるんです。で、自分がもうむちゃくちゃな生活させられた子供というのは、人にもいじめの問題でもね、あんなこと人間でようするもんやと思いますけどね。それはもう自分たちが生きるもと、私が一番大切に思うのはやっぱり自分です。自分を一番真っ先に立ててるんです。ですから教えなくても、もう潜在意識の中に、ね、今日ここに巻きついてるんです。私はこの頃ね、ずっと考えてみるのに、もう生まれて半年経ったらもうほとんどできてるんじゃないかなと。ねえ、って生まれてきたの顔見てて、まともにお話をしてやるとちゃんとわかるんです、子供。でもお母さんの言葉が直でもわかるんです。その時また一番清らかな綺麗な心でね、お母さんもね、相手をね、見れる時期なんです。今お母さん方がね、早くお勤めするから、いろんな障害を起こってる子供にね、起こってくるんです。来てるんです。それを予防できたらものすごく違ってくるでしょう。ですからこの問題は、本当に慌てて直していくっていう方向でなしに、お母さんの気持ちを、一人でもそういうふうな気持ちを持った人を作っていったら、子供たち健康で健全に発育していく。丸1年間そういうふうにして育ててもらったら、もう本当にいい子に育つんです。だからね、私はもうこの問題はよっぽどじっくり構えていかんかったら、やっぱり失敗するかも分かりませんね。そして母と子の健康な心のやり取りの状態を続けていく人を一人でも多くしていくっていうことが一番大事。